大木ってのはてめえか。俺は今度番長になった沢田。どうしてこうまあ次々にベタベタと寄ってきやがんだろうな。それが新入りの挨拶かよ。面貸しな。大木くん、お前は式に出な。こらいかん、また一騒動始まりそうだ。風は一人で吹いている、月は一人で照っている、俺も一人で流れ物を。この野郎、明日の幅は分からない、流れ物。お前ら何やってんだ。どけ。大丈夫か、大丈夫か。おい、早く指さくれ。そっとだぞ。滝沢だな。勝負しようじゃねえか。何言ってんだ。お前と勝負する理由などない。いずれ戦うことになるって気がするからよ。ことのついでだ、蹴りつけとこうぜ。滝沢先生。またにしよう。てめえと勝負する時間はこれから3年ある。